もう、泊まりです。嘘。泊まりで自然散歩です。津原冬チャンネルとコラボしたかと思いきや、なんか、小学生絵師とかいう、なんか謎のチャンネル名に変えたみたい。何そんな鴨の腰みたいな声出しちゃった。ティナすごい頭やな。ドアップドアップ、もうこれ以上いきません。すごい、ね、ピノの目口両目ほっ、そして頭、非常に代表的なところ。よいしょ、スマホに取っ手がついたから撮影が楽だ。どうやらあの弟は言ったみたい。ほら、ドアがピクリともしない。イエーイ、ごめんなさい、荒ぶりすぎた。それにしても足が砂漠じゃない。どうしたの。ピノそのくちばしの汚れも最近ずっと動画で言ってるよ。カメラ満点かな。足並み整え、まあ、いい子だから無理もない。あー、ピノってすごいな。前回再生も動画したんだぞ。なんかね、うんこめっちゃ勝利。よし、よし。ピノ、そっち行っちゃダメ。ピノ、ベッドの裏行っちゃダメ。ごめんなさい。ピノが飛んでっちゃった。ピノ乗るよ。乗る。乗る。乗る、わかる？元通り。夜の雑談だけじゃなくて朝の雑談もやろうと思うの。コオロギがすごい泣いてる。ピノ、いいの。なんかね、他の YouTuber みたいにね、ニックネームが欲しいですね。うん、ちょっと考えてみます。ほら、なんかあるじゃん、なんかほら、なんかチャンネル名と何どこも何々ですって言ってる、なんかあれ言葉が違うさ、ほら、なんか、あの、ほら、みんなさ、いろんな名前があるでしょ？ね？で、僕の名前を決めたいわけ。あ、思いつくわけないか。でもピノマルでいい。今日
今日から僕はピノマル。ピノとお揃いの名前。なんかすごい舌がうるせえな。おーい！なんかお菓子を僕が置いてたのを弟が発見したみたい。なかなかやるわ。あ、なになに、ティッシュはダメ、ティッシュはダメ。ああ、たまにはピノじゃない動画も撮りたいんだけどね。今は夜、ピノしか撮れない。まあ、今日は。僕の名前が決まったということで、これくらいにさせて。Have a nice day!